はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル99です。今回ですね、よもやま話編ということで、海外のですねボードゲーム情報をどうやって集めましょうかというですね話題でですね、お話していきたいというふうに思います。ということで今回ですね、それのねお話を一緒にしていくということで、千人さんとねお話していきたいと思いますので、千人さんよろしくお願いします。はい、千人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボードゲームね、話題いっぱいありますんでね、どうやって探していくかというねお話を今日ね一緒にできればなと思いますので、よろしくお願いします。で、まずは千人さんの方ですけども、自己紹介をお願いできますか。ハルさんとよくボードゲーム遊んだりしてるんですけれど、海外のボードゲームを主に遊んでいたりしています。で、で今のところ、ボードの情報ってね、みんな集め方の方いろいろあると思うんですけど、千人さんの方って今 LINE の方のオープンチャットされてますよね。 LINE のオープンチャットでボードゲーム主に海外っていう名前の、チャットを、自分で開いていて、今だいたい240人ぐらいの人が参加してもらってます。結構増えましたよね、あれ。そうですね、初め5人ぐらいでしたからね。そうですよね、すごい増えました。で、ゲームの、ね、調べ方のやつをですね、はい、千人さんとどうやりましょうかって話を相談して出てたんですけども、やっぱりいろんなやり方はあるとは思うんですけども、ボードゲームギークが多いかなと、周辺もねいっぱいあると思うんですけどね。で、今回ね、ギークの方でこんな風に使ってますよっていう話とか、その辺の周辺の話とかができればいいかなというふうに思っていますね。その場合とボードゲームギークのやつだと、どんな風なスタイルでここにたどり着くのがまずあるんですかね。僕の場合ですと主に2通りあって、他の媒体で、例えばツイッターなんかで、なんか気になるゲームのタイトルがありましたっていう場合に、でそのタイトルで検索をしたいときに BGG で検索するってやり方が一つ、あともう一つは BGG の方でなんか新しい面白そうなゲームないかなっていうので、BGG の方からそのリストなんかを元に探していくっていう風になやり方がもう一つって形です。例えばタイトルが分かって続けるときって、検索するときって、このボードゲームギークの方にいきなりやってきて、この検索するのも手だと思うんですけども、そうではなくて Google 側から行く方が多いんですかね。頭に BGG って入れてスペースで、ゲームのタイトルを入れると、例えば昨日買ってきたミントワークスとかが出てくると、するとですよね、 BGG スペースって入れると勝手に BGG のリンクを探してくれるというのがすごい便利だなと思います。そう、これどうかなと一生思わなくもないですが、そういうことですよね。なんで、ここでタイトルが分かってればここから行くのが早いってことですかね。そうですね。あとはその当然 BGG の方で右上のサーチってところで、ここですよね、キーワードを入れると、この場合が先頭一致なんですよね。全体のタイトルがアルファベティックオーダーで相当されてるわけではなさそうなんですよね、これ。S から TB になっちゃうんで、なるべく頭から入れた方が分かりやすいですね、マイシティとかでもですね。頭から入れるとなんか検索がそれなりにできるかなって感じ。そうなんですね。ただし、なんか途中の単語の途中でぶった切ると出ないことがあるんですよね、これ。そうですね。その、なんか出るときと出ないときがよく分かんなくて。ありますよね。なんでここはさすがに Google さんの方が賢いかもしれないですよね。ね、これマイシティとかもね。割とスペルミスしてても、それを、言葉の意訳を組んでくれて、勝手に検索してくれたりするんで、ですよね。マイシティって書いてるけど本当はマイシティだぜとか S がついててもなんとなく BGG をサジェッションしてくれるっていう、 BGG プラスのタイトル名の代替。ただし日本語名はやっぱり弱いですよね、この BGG 外国のサイトですからね。登録してもらってる場合もありますけど、基本は現代に、英語名か現代に近いところがいいって感じですよね。だけどさっきの BGG スペースキーワードで入れるときに、カタカナで入れると、それを検索してくれたりしますよ。マジですか、ちょっと待ってね。BGG マイシティとかもし入れてみて、これや、うわすごいな、マイシティヒットするな。そうなんですよ、出るんですよ。どういうこっちゃこれ。すごい Google さんの力で曖昧な検索しても出てくれるので、僕は Google で BGG スペースでびっくりした今。アルタネートネームでも全然カタカナも何にも入ってないのに、ちょっと賢くなりましたね今ね。僕嘘ついたんで、日本語でも Google だったら検索してくれるんです。ここは絶対しないですよ、このサマヤさんちは。はい、簡単な言葉が分かってればその BGG の検索窓から検索するんですけれど、ちょっと大体の大枠の名前しか分からないとか、半数形か複数形かわからないみたいな時は Google で検索した方が探してヒットしやすいと思います。
じゃあ新作を探していきましょうっていうのを、まあ、何気なく眺めるっていうふうになると、さっきの BGG のこっち、これがトップですよね。この今エクスプローラーとダッシュボードって、ダッシュボードはちょっと前の、ね、画面ですよね、いうことになってるんですけど、これだとどの辺見られてるのが多いんですか？つかその見てるところがあるんですけれど、まず一つは一番左側の列のホットネスってとこですよね。ここでさっきのやつですよね。はい、でまあ、ここは多分皆さん見てると思うんですけれど、なんかそれ以外のところって結構人によって見てるところが違ってたりするのかなと思ってまして、そうですね。で僕の場合ですと、その海外ボードゲームの中でも、新しいゲームっていうのをよく探したりしてるんですよ、うん、で、それを見つけるのに良さそうなのが、あの画面の真ん中あたりの、ボーンカードボードっていうところ、はい、これですよね。実はこれ僕見ないんですよね、はい、ってか元々あんま見たことないんですよね。そこにホットってあるじゃないですか。これをリリースデートとかって入れてあげると、ゲームの比較的最近これから発売されるよってやつが、並びます。あ、ブラウザーでこれをしたら出るのかな。ステータスを、ラストアップデート、リストアップデート、ラストアップデートですね。ステータスアップデートだと最近 BGG で更新されたものが、表示される。これ一番右側で、ではいはいはい、だからあの本当に最近、ごく最近 BGG に登録された情報っていうのがここでわかるんですよ。今ステータスリリース度ってなってるのは世の中に出てるやつなんですけど、これから出るやつっていうのもわかるんですよ、うんうんうん、アンリリースとかプレオーダーか、はい、なるほど。僕がよく見てるのはアンリリースこれからこれから発売されるものを僕はあの常に探し求めているので。なるほどなるほど。これ出てないやつですね。どういう新しいゲームが出るのかなっていうのをあのこのカードボードで探したりしてます。こっちのゴーンカードボード見ると、まあ、さっき言ったリリースとかアンリリース、プレオーダー絡みのところが、まあ、あとは新しい順とかで見れると、それは確かに便利ですね。だからとりあえず新しいやつが何か入ってないかなっていうのを探しやすいってことですよね。そうですね。そのよく人が見てるやつがホットってなってて、うんうん、でさっきみたいにその時系列で絞り込んだりすると結構新しいものを探すときにはいいのかなと思いますね。そうですよね。それ確かに、ね、ありますね。ちなみにちょっと離れますけど、さっきのホッテスあるじゃないですか、はい、これ最近みんないろんな人見たり書いたりしたっていうやつなんですけど、はい、ここ割と動画で見てるんですよね、こいつだと。動画で見る。これボードゲームギークですけども、ボードゲームギークのトップ10ホッテストボードゲームオーガスト2020とかあるんですけど、毎月やったやつからまとめてこれギークの人が、あのホット10、ホットリストの一番上がこうだったよって、変動がどうだったよって毎月まとめて動画にするんですよね。なんで月1でこれで見てると、今月のホットですが、例えばこれ今これナンバー10で、ランキング的に2位が下がったよとか、はい、こういうゲームになってるよっていうのを全部解説してくれると。画面の方で見て、まあもちろんこの場合だとガチで彼英語で喋ってるんでちょっとあれですけど、まあ早送りしてもいいですし、これをだからこの時はエヴァデルが9位になってランキングが2つ上がりましたよっていう概要とか喋ってくれて、まあ、ホテストをなんとなく見たいなっていう時はこっちも個人的にはおすすめですね。なんか音楽番組チャートみたいな感じですね。ああそう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 、まさにそんな感じ。今月のナンバー10みたいなやつやっててそうなんですよ。でホテストはこれ本当になんか瞬間的に変わりますよね。なんか1日ごととかどんどん変わっていくので、まあ、見てると楽しいのではあるんですけど、新しいゲーム発表されるとポンってホットネス上がったりしますよね。上がりますよね。ちなみに千さんからもらってるやつで、このギークの方だとイメージ図をよく見ますっていうのでもらってるんですけど、はい、イメージって僕全然見ないんですけど、はい、どっから見るんですかこれ。イメージはもうちょっと下にスクロールすると、はいはい、そうですね。でこれも右側にホットってあるんですけれど、はい、とリセントにすると最近登録されたものが出てきたりします、はい、画像でちょっとブラウジングで大きくしちゃいましょう。でこれでゲームのパッケージの画像とか、はいはいはい、あるいはボードの雰囲気とかでずっと見たことのないこれはって思ったのがあったら、それをリンクたどるっていうような。ああ詳細な、もうジャケ買いの世界ですねそれね。あそうですね。もうそこはもう自分の経験と感と雰囲気でなんとなくで気になったのだけをこうパッと見るってことです。ですよね。ああ例えば最近のラスト30日でボックスのフロントだけ出してくれみたいな。あけど今のその検索は多分パソコンでしかできなくて、僕はスマホでその BGG 見てるんですけれど、うんうんうん、さっきあの表画面にあったホットとリセントぐらいしかスマホだと見れなくて。あそうなんですね。はい、ああそうか、リセント
トがその新しく登録されたものっぽいんですけれど、まあそれをあと1ページ2ページさらっと流し見するぐらいしかしてない。文章だけ見てるとなんかそんなに出てこないのが、なんかふと画像で見た時にあれこの画像見たことないなっていうのが出てきたり、なんかそういうちょっと探す時にちらっと見るぐらいな感じ、ちょっと補佐的な感じで見てます。今そのエクスプローラーの方の先頭のでっかい画面あるじゃないですか。これですか。はい、それの横に4つあるやつがありますね。相当してて、例えば一番下のニューゲームリリース11月12月の発売されてるもので、こんな感じのが、エッセン前とかジェンコン前になると、新作が一気にリスト化されるんですけれど、ただここで大事なのが、今この画面で表示されるのってパブリッシャー順で、まあ、言ってみたらあいうえお順に並んでるんですよね。そうですね。これだとあんまり実は意味がなくて、相当これを変えるとすごい見やすくなります。そうですよね。メジャーのやつに弱いんで、このホット順なんで、この順で見ることがアベレージレーティングってこの時点ではあんまり信じられないので。そうですよね、やっぱこのホット順で見ることが多いかなと僕は思いますね。僕もだいたいホット順でまずは見ますね。ここの方で整理しておくと、どっちかっていうとこのニューリリースの方の一覧のやつは、まあ一番今買える、あるいはもうキンキン買える一覧ですよね。ここで買いたいんで、最近のいいの流行ったやつ何かな海外でって思うとこれがいいかもしれませんし、さっきのゴーンカードボードは本当に未来のやつを見るとか、あるいはジャケ買い的に見るんだったらさっきのイメージから見るとか、まあそういうのがいい感じですよね。そうですね。さっきハルさんが言った、ニューゲームリリースで、フィルターでスタンエキスパンション外すとかって僕知らなかったんで。これはですね、そう、新作探すときにやっぱりエキスパンションだけと本体だけをやっぱ探したいですね、分けて。ちょっとそれは僕も勉強になりました、これから活用していきます。これ今228あるんですけど、拡張だけとかするとね39とかって、さささっと拡張が見れて楽なんですよね。これね、ダイナサウルスの拡張2個出るんだとかね、ラストオーロラってもう拡張出るんや、もう日本語版出るばっかりですけど拡張だけってなかなかこう見逃しちゃうんで、拡張だけ割と面白い時もあるんですよね。スマホでもなんか検索、あ、フィルター普通にできますね。あ、そうなんですね。それはいいですね、はい、あともう一個もらってるやつって、アドバンスのサーチも使えますよっていう話でもらってますが、はい、こちらのところサーチで単に単語入れちゃうとすぐ行っちゃうんですけど、このアドバンスのサーチの方行くとこの画面出るんですよね。これ何を探すとき行きます。さっきのカードボードだと何かこういう新しいゲームないかなっていうのを探すときはカードボードでいいんですけれど、何か特定のジャンルで新作はないかしらって探すときにこの、アドバンスドサーチを使ってまして、例えば検索の仕方としては、上から4つ目のイヤーリリースレンジを、2020から2021にします。で、下から2番目の、メカニクスを選んでもらって、例えばトリックテイキングを探します。トリックテイキングの未来のを探しましょうと、こういうやつですね、はい、サブミットを押すと、2020なんで今年もあるんですけれど、今年来年で発売されるゲームっていうのが、出てきます。これトリックテイクだと言うてもそんなに新しいゲームって少ないんですけれど、アドバンスサーチの2021にして、ワーカープレスとかすると結構な数出ると思います。これで探すと、まあ未来で発売されるゲームで、ボードゲームギークで人が注目してるのは何だろうっていうのは探したりできますね。なるほど、これ面白いですね。なるほど。いや、何が僕すごく面白いかっていうと、僕どっちかっていうと過去へ過去へ行く人なんですよね。分析したり、データ調べたりしたいので、新作の未来のやつはあんまり実は検索しなくて、ニュースやなんかで入ってくる以外、まあ、同じ検索を使うんだけど、まあ、未来のこともちゃんとこうやって探せますよって、そういう話ですよね。そうですね。ただこの未来の検索でちょっと、まあ、弱点ではないんですけれど、その今のソートのボードゲームランクとかって、人々の投票なんかをベースにランキングされてると思うんですけれど、新しいゲームなんでまだ全然ランキング入ってないやつとかいっぱいあるんですよね。そうですよね。下の方
ランキング外になったりしてますし、ここのナムボーダーってあるやつがめちゃくちゃ少ないんですよね。もうね、ノットアベラブになってますもんね。はい、そうですよね。アドバンスアーチは多分こんな形のメカニズムから見ることが多いんですかね。どっちかっていうと、まあ、発売年とかそういうことですよね。そうですね、発売年だけだとちょっと広すぎちゃうので、ある程度自分の好きなゲームのジャンルを絞って、その中で来年発売されるなんか面白そうなゲームないかなって探したりします。そうですね、でも僕とかも探すときも、僕はマイナーな紹介し忘れてるやつないかなとか思うと、例えば2000年から2015年のところで、アベレージレーティングのところが7から8ぐらいにしておいて、拡張セットは含みませんとか、こういう検索すると、そんなにスーパーヒットしてないけど、それもアグリコラ 7.9 になっちゃうんですよね。スーパーヒットしてないけど紹介し忘れたやつがあるかなって、これ過去の検索よくするんですよね。こうすると紹介忘れの漏れたやつとか、あ、確かにここにあったケメトとかあんまりないなとか、こうちょっと低いやつでも、別にレーティング低いからって悪いゲームなわけじゃ別にないんですよね。関係ないんですよ。またこれがさっき言ったら6ぐらいから 7.5 ぐらいとかにした方が、割とこういう、あ、なるほど、調べ方をして、古いけど漏れてるやつとかがないかなっていうのは、僕は要は逆の宝探し、もう出てるんだけどあんまり国内に出てないとか、出回ってなくて海外にありそうなやつとか、アーキピコペラゴとかな、アーピコラかな、この辺のやつも最近聞かないなとか、はい、見逃した過去のやつをね、これもうちょっと渋たかったら、メカニズムとかで絞ったり、はい、いろいろできるんで、これの数ページ前とかは探しますね。僕過去へ過去へと行く。すごいですね。僕は過去の検索はしてなかったんで、面白いですね。人によって全然検索の仕方が違います。そうなんですよ。僕も聞きながら全然違う。僕これよくしょっちゅう見るんですよね。で、そうするとやっぱり紹介忘れしたのがあったなと思って見に行くと、意外なことにいつの間にかリメイク版が出てたり、再販されていたりすることがまあまああるので、特にそのさっきのレーティング絞れるのと、さっきもやりましたけど拡張セットを外すとかやると結構絞れるんです。あれ拡張セットが最近もういっぱい出ちゃうじゃないですか、はいはいはい、そうすると過去のレンジで絞っても、ね、もう拡張セットだらけになるので、拡張が話せられるのは割といいんですよね。このシャドーランド、クロスファイアとかね、そういうこれ紹介したいなとか、はいはいはい、こういうのを今や最近うちでよくやってる見逃し系のやつとかはこれで再確認したり、はい、古いのはこういう、だからもうさらに千人さんとほぼ同じようなアドバンスの機能を使いながら真逆の方向に走っているという、でもどっちもね、ボードゲームのニュースとかを調べて拾い上げたいっていう気持ちは同じなんですけど、だいたいこれだとこういう感じですかね。僕の方も新しい探し方でもう一個ありました。お、何でしょう。さっきメカニズムで検索してたんですけれど、うんうんうん、自分の好きなゲームの作者さんの名前、デザイナーですね、はい、デザイナーの名前とか、あとパブリッシャーで、うんうん、例えばじゃあパブリッシャーでコスモスが来年どういうゲーム出すんだろうっていうので、年数を未来の年数で探すっていうのもやったりします。もう毎日は見ないんですけれど、うんうん、なんか時たまそういえばメーカー最近なんか見てないけど、なんか新しいゲームないのかなっていうので未来日付で探すと、お、来年新しいゲーム出すじゃんっていうのをつけたりしますね。そうか、僕の方でやる時だと詳細に入って、こっからパブリッシャーの方に入って、リンクドゲームの方に入って、イヤーリリースでひっくり返すっていうのはよくやるんですけど、はいはい、アドバンスで来るのもありなんですね。これは僕もやりますよ。でも このやり方も全然やります、うん、で割とこうゲーム見つけてからなんですけど、確かアドバンスでもいきなり探すのもありですね。なんとなく僕これのパターンとこのデザイナーパターンと多分みんな両方やると思うんですけど、これ今メーカーで絞ったじゃないですか、はい、このデザイナーさんのトーマスさんの作品で、まあ、代表作こっち出ますけどね、リンクドイメージの方から入って、まあ、ランクで絞ってみたり、いやリリースで絞ってみたり、この多分2つが一番多いんじゃないかなと思うんですけど、ああこれは僕もすごいよくやります。そうですよね、こっちから来ることが僕すごく多いんですけど、まあ、それでなくても言うとアドバンスから入ってもいいですよね。ブログで僕が見てるとこをご紹介しようと思うんですけど、デュードテイクヨターンっていうこのブログがあって、僕ここ割と見てるんですけど、まあ、これ例の Steam のプレリュードのエクスパンションが
電子版入ったよとか一番上ニュースになってますけど、このとこでよくやってるやつで、こういうボードゲームギークトップ200の上からプレイはプレイしたよみたいな、121から131の俺の感想を語るぜみたいなのをよくやってて、要はこのゲームのランキングのこの狭いゾーンで延々と語るみたいな、こういうのも読んでるの僕結構好きなんですよね。すごいな、力技ですねこの人。そう、ランキングを見ながら俺はそれぞれこう遊んだぜみたいなことをしばしば書いてるっていうのがあって、ランキングウォッチャーとして僕のこの人のブログも RSS ずっと読んでるんですけど、ほほなんか130位とかなかなかいいと面白いとこつくのお前はみたいな終わったりして、海外ブロガーこういうの結構いるんですよね、こういう人。はい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 。日本人のブロガーとあんまりいなくて、もうシャアなしで向こうを見るしかないんですけど、あのランキングマニア的にはこれは結構僕は好きなブログですっていうのも結構あるんですけども、まあ、この手のランキングはこういうところから見るのも面白いんじゃないかなとは思いますね。こんなところですかね。あとはちょっといただいてるキックスターターのやつですよね。キックスターター系のやつもちょっと触れときましょうかね。キックスターターだと、はい、人さんからもらってるやつはこれですかね、キックトラックですかね。あ、そうですね、あのキックスターターの本家のページがデフォルトがそのキックスターターが選んだおすすめゲームっていうのがランダムに出てくるようになっていて、うん、あの今一番そのファウンドで集めてるキックはなんだとかっていうのは、うん、あのアドバンスドサーチみたいなことしないと出てこないんですよね。出てこないですよね、あれ。それが使いづらいので、だいたい僕はこのキックトラックっていうページの方を見てます。これだと今トゥデイってなってるんですけれど、うんうんうん、トゥデイであの最近注目されてるゲームっていうのがランキングされて、うんうん、トゥデイ、イエスタデイっていうのが毎日あの日替わりで変わってるんですよ。下の方行くとイエスタデイが出てきます。昨日の、あ、本当だ。あ、本当さっきの話題だったビンディケーション出てますね、はい、このね、拡張が。で、その、4位のやつだとあの、うん、ランキングに初めて出てきたのが青い米印になってたりとかして、あ、これはい、ははあ、こんなゲーム出てきたんだっていうのでタイトルリンクしていくとキックスターターのプロジェクトページに飛びます。あ、詳細が出て、あ、値段の傾向が出てっていう、下の青い点線がゴールで、であの毎日のファンド数がチャートされてって、うんうん、でこの傾向だと最終到達地点は緑色のところまで行く予想だよっていうのが見えます。あ、トレンディングだから。なるほどですね。でニュースのアップデートがここで見えると、はい、ニュープロジェクトやるとキックに行くのかな。あ、なるほどですね。キックのページに飛びます。ここはなんか基本的にトレンドを見てるっていう感じですよね。あ、そうですね、そうですね。あ、まあ、こともまた横文字がいっぱい書いてるんで、このリストを見るのが我々日本人には気楽かもしれない。あ、そうですね。ここだとあのその文章を読まなくてもゲームのタイトルとかだけ見つけられるので、うん、確かにですね。キックの僕もやっぱりボードゲームキックに相当依存してて、このキックだとあっちとこっちで見てる方が多いんですよね。このマイクさんのこのキックスターターキックザテーブルの、これ週1で来るやつですよね。これだと次の1週間でもうじき終わりそうな25、これはたまたま25ですけど、この次から1週間で終わりそうな一覧っていうやつがこうどーっとこうリストアップされて、でこのメールが配信、これ、あ、ごめんなさい、 RSS で僕読んでるんですけど、まあ、この記事のところ1週間以内にスタートした新しいプロジェクトっていうのと、あのプレビューですね、このもうあと8日から10日以内に終わるやつの個別のプロジェクトのレビュープレビューっていうのがまあ出るということがあるので、割とここの僕の方だとこの7日間でローンチされたやつ、最近始まったやつっていうので見て、ここが僕好きなのは BGG とキックと両方リンクがあるのでシャシャって行ったり来たりできるので、まあ、週1でまとめてるのはこれが多いですね。そうですね、いただいてるやつ大体このギーク中心だとこんな感じですかね。僕の方で見てると、よく見てるのはこのタントラムさんですね。タントラムさんの方も便利ですね。タントラムさんの方は必ずこの、キックスターターのやつは月2回配信してるんですね。もうじきキックスターターのプレビューのやつがこういう風なのがありますよっていうやつだったり、トップ10キックスターター2020っていうボードゲームみたいな振り返りをやったりっていうのは定期的に、今もう12月なんで今年の振り返りっていうのが多いんですけど、通常もうじきキックスターターでやりますよっていうのは、タントラムさんのやつがキックスターター系の新作紹介はすごく分かりやすいんじゃないかなという風には思いますね。あとはシャタプシターンもスーパー有名なチャンネルですけど、ここもベスト系の今年の
クリス例えば22グレートボードゲーム法はクリスマスとかね、クリスマス向けのゲームはこれがいいよとか、今年俺たちが感動した上半期で良かったゲームはこれが良かったよみたいなやつを割と特集もまとめてくれるところなので、ここも見ることが多いですね。こういうそのボードゲーム の, そのランキングとか、うん、ニュース系の動画って僕実はあんまり見てなかったんですよ。なんかゲームを一回探して、うん、あこのタイトル気になるってなった時にそのゲームのそのレビューとして単体のゲームを動画で見て、あこういうコンポーネントなんだとか、うん、あこうやって駒を動かすのねとかっていうのを参考にしたりとかっていうのはよくやってるんですけど、うんうんうん、ゲームの紹介ってなると、あの英語のおっちゃんがこうペラペラ言葉で喋ってても全然僕英語がダメで聞き取れないので、うん、うん、それで全然見てないっていうような感じだったんですけど、ただですね、この実際のところは最近だとこんな感じでチャプターつけてくれてるのが多いので、気になるゲームをボンボンナンバー9とかこれですよとか飛ばしながら、はいはいはい、チャプターつけてくるとどんどんいけるので、例えばキックスターターの今回のやつのこの2020かなのこの時のベスト10かなんか出てるので、まあ、こういう形でバンバン見れて、気になったものをギークノードで紹介するとか見てるやつ見るっていうのもありだし、まあ、この時の動きとかも大体こうやって出してくれてるのもあるので、キックスターターの新作とかは大体キックスターターのプロモムービーあるじゃないですか、あれをつなげてあるんですよね、はい、キックスターターの紹介のやつとかプロモムービーをベスト10のやつとか新作を一気にガーって流し見できるので、割と便利じゃないかなと思います、ちなみにハルさんのこういう英語のレビュー動画とか見た時のヒアリングももう全然できちゃう感じなんですか？まあ、レビュー系とかは大体わかります。普通の喋ってるのは大体わかります。あと今は超絶いい時代になったので、ここの字幕で自動翻訳にしておいてもらって、で日本語をこう選択すると出ます。Google の方が自動的に英語を文字起こししたやつを Google 翻訳に自動的にぶち込んで日本語のテロップが出ますので、すごい。しかもなんかちゃんと日本語の文章になってます。ただこれ Google 翻訳レベルなんですけど、まあまあなんとなくわかりますよ、なので、こういう技もあります。すごいですね、 Google。 そう、お前もうどこ行くんだよこの会社。だから10番目は猫の島ですみたいなこと喋ってて、まあこうたくさんの人が喋ってるといろんな会話してるので辛いんですけど、Google さんも誰が喋ってるかわからないので、どちらかというとこの一人の人、例えばこのさっきのこのおじさんが頑張って喋ってるやつ、すごいですね。今僕は未来を見てますね。今ねずっと、まあ僕の音声がそっち流れてないんであれと思いますけど、これ今ずっと分かりやすくなってません？これ新しいバージョンの改良版になって2016年のリバイス版なんて喋ってるんですけど、で経験値とか得たりとかいうのがあるんで、これを知ってるだけで全然海外の動画のレビューを見れますよ。昔翻訳ってなんか全然できねえな、ダメだなと思ってたんですけど、今ってこんな滑らかな日本語の翻訳してくれるんですか、字幕。そうなんです。なんで中身そのものはどうもアップロードした時に元の言語からテキストを作ってるんですよ全部、はい、だから YouTube の動画上げるとこれ英語で喋ってるんで、英語の要は何を喋ったかっていうテキストが全部一回入ってるんですよね。でそれを英語から日本語の翻訳って Google 翻訳みんな使うじゃないですか、うん、あれをダイナミックにやってるだけなんですよね。なのでほら、あこれはニュース。そうそう、ね、分かるでしょこれ。全然この、なのでこれで見てると海外のニュースも全然見やすいです。僕も今喋ってるやつなんとなく聞いてますけど、英語をなんとなく聞きながらこのテロップを表示してると、まあ、相当分かりますよ。はー、なので私のこの紹介したやつのそれぞれ の Google さん YouTube のやつも貼っときますけど、この翻訳のところで多分これスマホできないんだと思うんですけど、できるのかなちょっと分かんないですけど、やったことないので、ここのところで字幕を付きっていうオプションを一旦オンにした後、ここ の字幕をじゃあ何にしますかっていうので、じゃあ自動翻訳してくださいとか何がいいですかっていうのをすると、まあ、それによって出てくるので、少なくとも英語で一人で喋ってるやつがいいです。4人とか5人とか喋ってると本当誰が喋ってるのかは Google 翻訳わからないので、
一人のレビューアーが喋ってるやつの精度のボードゲームの関するやつは英語とまあなんとなく聞きながらでもテロップがついてるとかなりわかると思います。おすすめです、というわけで大体そんなところですかね。はい、ありがとうございました。そうですね、なので今回のところですね、まあ、ボードゲームギークを中心にですね、まあ、千人さんの方と、まあ、ギークの方で新しいやつの、まあ、ニュースとかネタとか調べるときにこうしたらいいですよっていうので、まあ、派生としてキックスターターニュースとか、まあ、普段私が探してるですね、まあ、YouTube の方とかね、まあ、こんなのも探してますよということをご紹介しました。なんでね、みんなね、どんどん新しいニュースをね、もう探しに探してもらって、ニュースサイトを作ってもらったり、ニュース動画を作ってもらったり、この千人さんの LINE の方のボードゲームを主に海外のところにね、発信してもらったりして、僕らの知らないものも教えてほしいと、ね、いう形になっておりますので、皆さんの方でもニュースを探してみられるのもいかがでございましょうかということでございました。ということでね、千人さん、今回ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。